皆さんこんにちは。スタジオ73の木村です。今回はですね、だいぶ前にコメントいただいて、遅くなっちゃってすみません。こちらですね、ブラックマジック、ポケットシネマカメラの G1 ですね、オリジナル、フル HD までしか撮れないやつなんですけど、これのグレーディング、見ていきたいと思います。それで、僕もこれが絶対いいっていうその回答を別に持ってるわけじゃないので、3つあるんですよね。グレーディングの、ダヴィンチレゾルブで使うのが、いいかなとは思うんですけど、プレミアと比べてね。はい、ただ、ダヴィンチの中でも、いくつかあって、3つぐらいあるので、それを順番に見ていければいいかなと思います。で、2カメとかで使うときに、そのブラックマジックポケットシネマカメラ、2021年、もう多分ね、5年以上前のカメラなんですよ、これ。なので、アーサーミニとちょっと比較してみて、で、ちょっと色を合わせてみたり、それから、こっちで撮影している、これは2020年に出た、富士の XT4 とまた比べて、こう色を合わせられないかっていうところで、見ていければいいかなと思います。はい、マジックランタンの方のグレーディングもまたまとめるので、そちらも、お楽しみにという感じでございます。下かこっちに概要欄のチャプターが出てると思うんですけど、こんな感じのメニューでいこうかなと思います。まず、このG1 ですね。G1 というか BMPCC フル HD とかカッコオリジナルっていう風に海外だと言ってる人が多いかなと思うんですけど、これの概要と注意点、それから、どんなのが収録できるかっていうのをまたまとめて、ちょっとこうおさらい的な感じでやります。はい、でその後に、この12ビットのシネマ DNG ローっていうのが撮れるのが、一番の魅力なんですよね。はい、なのでプレミアプロで扱いにくいんですよ。だから、プレミアプロに入れるときに、なんで扱いにくいのかっていうのを、まず、プレミアプロの画面で見ようかなと思います。で、その後に、ダヴィンチの方に入れて見ていくんですけど、3つあるのがあって、RCM、ダヴィンチの方のグレーディングの、ブラックマジックのカメラとかのローを、グレーディングするときに、一番いいのは多分 RCM ってやつが一番綺麗なんですよ。で、代表的なのはラット、その純正のラットを使う。で、もう一個は、カラースペーストランスフォームっていう、これはダヴィンチの有料版の方なんですけど、ログの、ガンマを、その各社いろいろあるやつのガンマを、この例えば、ソニーの S ログからブラックマジックのフィルムログに変えられますよ、みたいな、そういうカラースペーストランスフォームっていう魔法のグッズが、ダヴィンチの中に入ってるんですよね。ユーロ版なんですけど。で、それを使ってアリログ C でちょっと見てみようかな、みたいな、よくやる方法だと思うんですけど、その3つをまず見ながら。で、いきなりすごい余談になるんですけど、もしこれ購入を検討されてて、まだ買ってない方、それから買っちゃったんだけど、っていう方で、これね、実はね、中古で買うと、この IR フィルターっていうのがついてるんですけど、イメージセンサーの前に。これがね、だいぶ汚れてたりするんですよ。白くこう周りに縁に糊みたいなのがこう出てきちゃってたりするものが多いですよね。で、僕もそうだったんですよ。で、ずっとそれね、絞るとね、分かっちゃうんですよ。傷がついてるのが。IR フィルターなんですけど、ブルーのガラスなんですけどね。で、それ、変えられることが分かったんですよ。ここ数ヶ月の間で。で、僕変えて、すごい満足いったんですよ。でも、ちょっと失敗して、ここにのどちんこみたいな感じで、これ、周りのゴムの素材がこう、入りきんなくて、そうなっちゃってるんですけど、使えると。綺麗に取れると。って感じで分解して交換したんで、これ eBay、下にリンク貼っときますけど、eBay で売ってます。ブラックマジックの 4K のやつも売ってるし、アーサーミニのやつも売ってるし、6K のやつも多分売ってるんですよ。ただ、サイズがみんな微妙に違うんで、ブラックマジックポケットシネマカメラの 4K じゃないやつの IR フィルターを買わなきゃいけないです。サイズが違うんで。で、それを、買ったら3000円くらいで買えるんですけど、このマウントのネジを緩めて、ここの電子接点のマウントアダプター、マウントのここの電子接点の両脇のネジを緩めると、ポロって取れるんで、そうすると、周りのこうゴムでくっついてるんですよ。で、ゴムを抜くと、パカって、落ちるんで、それでこう交換することができ、ます。これね、この皮剥いでネジ取って後ろの基板を露出させて、後ろから行くと全部分解しなきゃいけなく
くなるんですけど、そっちじゃなくて表からマウントを分解すればできる、はい、っていうのが分かりましたので、もしその問題で直面している方とか、中古で買うときにそもそもその IR フィルターのところどうなってるかっていうのはちょっと気にしてみてください。でもし状態の悪いの買っちゃった人としても3000円ぐらいで交換できますよっていうことが一つ。で、その交換する際の必要なもののリストは、概要欄に全部貼っておきますのでっていう感じです。はい。ちょっと長くなりました。で、まず、ブラックマジックポケットシネマカメラオリジナルのですね、概要というか、何ができるのかっていうのをちょっとまとめます。まず、4K が撮れないんです。はい。まずこれは、4K が撮れないんです。フル HD までしか撮れないんです。だから 1920×1080。1080p ってやつの 30fps までしか撮れない。だから 4K が撮れないってことです。その代わりにですね、安いっていうの、5万円ぐらいで買えるっていうのと、12bit のローが撮れるんですよね。10bit じゃないんですよ。12bit のローが、この SD カードに収録できるんですよ、こちらの。あ、ここ。分解して直すときにちょっとこれ。あ、ガタガタ言ってるな。ちょっとここ。こちらの SD カードに収録ができると。で、注意しないといけないのは、これ結構古いモデルなんで、このカメラ。収録できる SD カードを選びます。で、最近のサンディスクの SD カード、サンディスク結構安いし、まあ、ちゃんと使えるしってことでいいと思うんですけど、この、SD、ここに V30 って書いてあると、もう使えないんで。それ新しい企画なんで、サンディスク側の。新しい企画なんで、これ V30 でも V60 でも V90 でもダメです。ここね、ここの MB パーセコンズは95でも、まあ大丈夫でした。ここの SD の横のところの V30 って書いてあるやつが使えないです。これはビデオアシスト、モニターの方も古いやつは使えないです。はい。そこが一番の注意点。それから、イヤホンジャックがですね、ここにあってですね、これで外部マイクをつけられるんですけど、外部マイクかなりノイジーです。はい。で、忘れてはならない。このイメージセンサーの、このですね、イメージセンサーのサイズが実は、これはマウントはマイクロフォーサーズなんですけど、イメージセンサーのサイズはスーパー16ミリです。はい。なので、スーパー16ミリサイズっていうのは、フルサイズ換算すると 2.88 倍ぐらいのサイズ。なので、約3倍ですよね。マイクロフォーサーズは約2倍が約3倍弱っていう感じの、かなりのクロップファクターになります。はい。っていうのが、まあ、このブラックマジックのポケットシネマカメラの、まあ、まとめって感じで。で、もし、詳しく知りたい方は、前の動画でも、解説してるんで、よかったら見てみてください。はい。まあ、こんな感じの概要だったんですけども、実際にですね、撮影しながら、プロレズも撮れるんですよね。で、プロレズとシネマ DNG が撮れて、で、ダイナミックレンジが、プロレズの時は、ビデオダイナミックレンジって言って、ログじゃないやつ。ブラックマジックって、ログのやつ、フィルムって、故障してるんですけど、フィルムの方が、まあ、グレーディングは、気になるところかと思うんですけど、まあ、ちょっと全部撮ってみて、どんな感じかっていうのをちょっと見てみましょう。はい。じゃあですね、このウースのマイクロフォーサーズ EF をつけて、さっきアーサーミニで使ってた、14mm ですね、シグマの。はい、14mm です。を、また同じレンズなんで、これをつけて、まあ、これ電子設定ないんで絞れないんですけど、フォーカス使えるんで、これで見ていきます。はい、今、まあ、鏡越しなんですけど、こんな感じになってまして、まず、メニュー行きましょうか。こう、ISO MAX が、これ1600までなんですよね。なんか、常用 ISO が800で、これが一番綺麗に撮れるっぽい。ダイナミックレンジ広く撮れるっぽくて、それより1個上が1600が MAX です。これ、アサミニもそうなんですけど、アサミニに関しては、アサミニプロは、G2 から3200までなんですけど、ちなみに。で、シャッターアングルとシャッタースピードどっちも選べるんですけど、まあその辺がまあデフォルトのその設定っていうかで、ここっすよね。収録フォーマットが、プロキシ、まあプロキシ使うことはないと思うんですけど、まあプロレズ LT も使うことはないと思うんです。422、
HQ ローと42プロレズ422とプロレズ422 HQ と、ローと、H、そうですね422いきますか。422でダイナミックレンジが、まあ、フィルムとビデオで選べるんですけど、ビデオでだからちょっとこのローだけしか撮れないっていうことはないっていうことですよね、うん、でちなみにマックスフレームレートは、全てで 30fps がマックスです。ただ24で撮ります、はい、あれ明るいな。ゼブラ起点で暗くします。今 ISO 400で撮ってます。ちょっとそしたら ビデオのガンマにするとすごい狭いのかもしれないですね。今押さえたいて炊かないとこういう感じです。はい、これがプロレス。次に HQ でフィルムにしましょう。これでさっきより、これでさっきよりいい感じ。ちょっと押さえたくと、まあこんな感じ。はい、じゃあもうロー行きましょう。もうロー取るしかないんでロー行きましょう。で必然的にこれビデオが選べないようになるんですよね、はい、これでちょっと暗いんで、うーん、暗いんでっていうか、あのもっと明るく撮れるんですよね。あのやっぱりログで撮るときはよくその ATTR ってみんな言いますけど、基本あの暗いところを、暗いところをこう明るくするっていうのは、こう動画のローの場合はあんまり効果的じゃないなっていうふうに僕は思っていて、ノイズ、基本ノイズがすごい出ちゃうなっていうのがあって、それも何のカメラでも。まあフルサイズだったら違うかもしれないですけどね。ただその暗いとこから明るくするっていうんじゃなくて、明るく撮っといて落とすっていう方向性の方がクリーンに撮れるなっていうのがあって、特にログのガンマの時は。はい。特にっていうか、ログのガンマの時は。もう、暗いところにこう、そこで収録しない。はい。絶対に。ので、もうめっちゃ明るく、もう ISO 1600に今なってるんですけど、これで撮ります。はい。で、これで押さえていただくと、まあ、だいぶフラットに見えちゃうんで、さっきと違って。まあ、見えちゃうんでっていうか、こんぐらいの方が多分かっこいいと思いますよ。一応 ISO 400で撮っておいてみましょうか。こんな感じ。うん。というわけでですね、何が撮れるかっていうと、プロレスの、その、プロキシとか LT から422HQ まで。で、それがビデオガンマとフィルムガンマが撮れる。で、それに加えて、ローが撮れる。まあ、これが一番いいところなんですけど、ローが撮れる。で、その時はフィルムのダイナミックレンジです。っていうところです。はい。が、まあ、このブラックマジックのフル HD の、まあ、概要全部、余すところなく多分説明しきったんじゃないかなと思います。これからはですね、パソコンの画面の方に行きまして、プレミアプロにちょっと入れてみましょう。はい。それはですね、プレミアプロに入れてみましょうっていうことで、シネマ DNG ローって、こうなるんですよね。これがあのプロレーズなんですけど、これはプロレーズ。あのシネマ DNG ローってこうやってフォルダになってるんですよね。で、開くと、こういう、これ何かっていうと、これはですね、一枚一枚全部静止画なんですよね。ローの静止画の連続っていうことなんですよ。だから写真の超連写ってことですね。まあ 24fps でこれ動画が収録してるんで、24枚、1秒間にコマ24の連番静止画ファイルがこういう風に並んでるんですね、フォルダの中に。で、最後にこの音のファイルが並んでる。これがシネマ DNG ローのなんか、あれなんですよ。で、これダヴィンチリゾルブだとこれフォルダごとボンってやればそのまま動画として出してくれるんですけど、プレミアプロだとですね、このメディアブラウザーから行かないといけなくてですね、ここ、これをこう入れても、まあこう入れても大丈夫なんですけど、これをインポートってやるんですよね。そうすると、この、いつもの素材を入れたら、ここに出ますっていうところに出るんですけど、
で、メディアブラウザーからこれだから全部こうインポートしていくんですよ、こう一個一個こうやって、まあ、もちろんこうドラッグアンドドロップでもいいんですけど、こうねインポートしていくんですよ。そうすると入ったっすね。分かんなくなったんで、もう一回メディアブラウザーからこれこインポートしていくんですよ、うん、でまたメディアブラウザーから違うデータをインポートします。メディアブラウザーからインポートします。そういう感じでローのファイルはこうやってやるんですよ。で、プロレスのやつは普通にこうドラッグアンドドロップで入るんですよ。という感じでございます。で、プロレスはそのままでいいとして、ローのやつをこうタイムラインに入れるとするんじゃないですか。なんかね、こういう感じなんですよね。こう、フィルムのガンマで収録してるはずなんですけど、これ多分もともとのなんか写真入れた時と同じような色の扱いをされるのがプレミアプロなんですよね。でローファイルだとこの辺でその色温度とかいじれますよっていうのはあるんですけど、にしてもそもそもそのログのはずだったはずなんだけど、こうログになってないっていう、本当はログはこれのはずなんですけど、こうなってしまうんですよね。シネマ DNG で。まあ、これがプレミアプロ。だから これで、これもこれで、その、まあ、色とかをですね、まあ、これを起点にいじることも、まあ、いいとは思うんですけど、これが、まあ、限界なんですよね。なんか。っていうところで、プレミアプロは、その、インポートして一個一個入れていかなきゃいけないっていうことと、あと、その、ローの扱いが、シネマ DNG ローは、まあ、ブラックマジックローもちょっと、誤動作ちょっと出がちなんですけど、だプレミアプロってそうなんですよね、はい、なのでダヴィンチレゾルブに、入れる方がいいでしょうってことで、こちらにですと入れるとするとですね、もうねこれでいくんですよ。やっぱりさすがブラックマジック、ブラックマジック、これが、ブラックマジックの、プロレスプロレス、これはローなんですよ。わかります？さっきと違うの。さっきもあのこの辺全部ピカって飛んでたんですけど、でこれからじゃあそのグレーディングどうしましょうかっていうところに行くんですけど、まあよくあるのが、まあ、ラットじゃないですか。でここにですね、ブラックマジックデザインの、いっぱいあると、4.6K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 、いっぱいあって、どっちかっていうと古いやつだから何選べばいいかなっていうのをまあ選んあるんですけど、多分この2つなんですよね、使うのが。これかこれなんですよ。他のはちょっとまあこのジェン5とかも絶対違うんで、ポケット 4K ももう違うんですよ。ポケット 6K も違うんですよ。このシネマカメラのこの2個どっちかがあのポケットシネマカメラのログです。まあバージョン2と、普通ので。なのでそのシネマブラックマジックあのデフォルトのラットのリストの中のこのブラックマジックシネマカメラフィルムトゥレック709かバージョン2とどっちかっていうのがまあこれに使用できるものですよね。というでちょっと明るすぎたなというところで、まあ、下げましょうっていうところでこんなものが、まあ、これであのラットによる、まあ、グレーディングっていうかは終わりで、そのノイズ気になるなって時にこれはアラム K さんっていう、まあ、YouTube 出してくれてるカラリストの人のが言ってたんだけど、これラットの前にノイズリアクション入れるんですよね。てか、まずその、一番最初にノイズリアクション入れるんですよね。ラットの前っていうか。なので、あのデフォルトでちょっとすげえちょっと入れますと。ちょっと入れますと。もう5とか。で、重くなるんだけど、まあちょっとやりすぎたかな。ちょっと重くなっちゃったんだけど、あ、全然動かなくなっちゃったんですけど、まあノイズリダクションちょっとつるっとした綺麗になったかなと思うんですよね。ラットになりました。それで明るさ調整しました。で、シネマローなんでそのシャープネスを作ってこないんですよね。なので
まあ、すごいざっくりな方法として、こう1だけ、なんかこっちもういじんないで、もう1だけやる、雑なシャープネス。これで、完了ですね。ちょっと緑っぽい。ちょっと緑っぽい。なんか気になる場合は、まあ、少しこう調整してもいいかもしれないですね。うん、っていうのがそのラットのグレーディングだから、これ使いますよっていうことがまず一つ、まあ、それぐらいかな。はい。で、で別の方法としてアリログ C に変換するっていう方法があって、特にそのなんかダイナミックレンジがこう輝度差が太陽の逆光でこっちシャドウになっちゃってるとかの輝度差が結構あるときに使えるこうインサイダーなグレーディング方法みたいな、これまたね紹介してる人がいたんですよ、海外の人で。でその方法をちょっと言ってみますか。ヨーヨー版のカラースペーストランスフォームっていうのを使うんですよ。でその時にこのカラースペーストランスフォームって何かっていうと、こういろんなカメラのログを他のガンマとかにカラースペースにこう変換できるっていう、もうそれを全てから全て変換できるってやつで、もうブラックマジックあり、 DJI、パナソニック、こうレック709、レック2020、レッド全部あると、リニアもあるんで、 S ログももちろんあるんですけど、まあ、これすごいなっていう機能なんですけど、ポケットシネマカメラのオリジナルなんで、これですね、デザインフィルム、ブラックマジックデザインフィルム Gen 1ですね。で、インプットガンマが、これもブラックデザイン、マジックデザインフィルムです。で、今、うん、こちらの、うん、タイムラインのカラースペースっていうのがですね、普通のやつ、多分起動したら普通これになってますよっていうやつだと思います。で、これがね、シーンの場合もあるんだな。うん、で、なんかね、ガンマ 2.4 がこれからのデフォルトになっていくものっぽいです。なんか僕がざっくり調べた感じ。なのでガンマ 2.4 でやるとして、で、これアリログ C にするんですよね、いきなり。それで、アリのラットを入れますと。おお、渋い。はい、インプットガンマちょっと間違ってましたね。これじゃない。こっちですね。ブラックマジックデザインフィルム。で、アリのアリログ C のラットをつけるとこうなるんですよね。ブラックマジックのラットはこうで、カラースペーストランスフォームだとこういう感じ。ちょっとハイライトが浅くなってるんですよ。これはどういうことかっていうと、そのアリのこのログ C ですか、これ16ストップで設計されてるらしいんですよね。それなんで、なんていうんですか、こうダイナミックレンジが減るとき、特に逆光とかで結構コントラスト強いときにこれにするといいっていう、まあ、ちょっとこれだと浅すぎるかなっていうところで、そうっすね、ここぐらいまで持ってきちゃってもいいかもしれないですね。ちょっと見やすくこんぐらいにして、ちょっと今メーターが、このヒストグラムが なぜかバグってパレードがなんか出ないんですけど、ウェブサポートで、まあこんな感じですかね。と上げすぎたな。まあこんな感じですか。これはこれで綺麗かなと思います。ちょっと前ピンになってる。っていうのがカラースペーストランスフォームっていうエフェクト、まあ、を使ってブラックマジックの
フィルムからアリログ C でアリログのラットを入れる。でそこから、まあ、ちょっと調整するっていう。これ結構いろんな、どんなカメラでもなんで落ち着いてて結構リッチっぽい感じの色になるっていうかになるんで、結構おすすめなんですよね。ただ有料版なんですけどね。はい、一番最後3つ目なんですけど、 RCM ってやつが、おそらくこれはシネマ D ブラックマジックローの時もそうなんですけど、おそらく一番綺麗に出るのがそれかなっていう風に体感的に思ってますね。RCM っていう方法はですね、こちらのプロジェクトセッティングからですね、ダヴィンチ YRGB カラーマネージドで、ここはいいとして、ここをですね、ガンマ 2.4 が今タイムラインのあれガンマなんで、これに変えます。なので、変えてこれでセーブなんですけど、これでセーブを押します。そうするとこれがログの、これはプロレスなんですよね。ローだと勝手にガンマを直してくれるんですよね。フィルムだったのが、だからポケシネのガンマだったのを、ガンマ 2.4、レック709の 2.4 のタイムラインのガンマにこう変換、勝手に変換してくれるんですよね、ローファイルの場合は。なので、これが元々のログだった、これを、こんな、1600だとこれで、400だとこんな感じにしてくれましたよっていう感じでございます。でそちらをですね、これがね、なんで綺麗かっていうと、なんかそのラットってこうなんていうんですかね、結構圧縮してこう記録してる ラットってそういうもんなんですよね、簡単に言うと。で RCM はなんかこう全部をなんかそのまま変換するみたいな、さっきのこのカラースペーストランスフォームみたいなことをしてるんですよね。なんかガンマそのものを変えるみたいな。という、詳しくはブックに、ブラックマジックデザインの、アカウントがあって、そこに記事が書いてあるはずなんで、まあ、そっちを見ていただければいいと思うんですけど、これがなんか一番綺麗かなっていうふうに、まあ、僕思ってます。で、RCM になりました。で、やっぱりエクスポージャーを、明るすぎた。ISO 1600は。でも明るく撮って落としますという。方向性で、これでなんか、おっと何が起きた、これでなんかノイジーさもなんかなくっていうのが、ブラックマジックデザインの、っていうのがポケシネのグレーディングの方法ですね。だ3つあったんですけど、1つはこのラットですね、普通に、これとこれどっちかを使うと。はい、でもう1個がカラースペーストランスフォームを使ってアリのログにしてしまうっていう方法で、もう一個が、こっちのプロジェクトセッティングからこの RCM ダヴィンチ YRGB カラーマネージメントにして、アウトプットカラースペースをまあガンマ 2.2 でもいいし、この辺どれでもいいんですけど、これにするとちょっと色変わると思うな。タイムラインで作業したいガンマにすると。で、これなんか、今のダヴィンチレゾルブのデフォルトはガンマ 2.4 なんで、とりあえずそれにします。はい、ガンマ、シーンとガンマ 2.2 とガンマ 2.4 の違いははっきり言って僕はよくわかんないです。その、ガンマのカーブのその角度がちょっとずつ違うみたいなことで、で、なんか最近のダヴィンチレゾルブは 2.4 が主流で、なんかブラックマジックのフォーラムとか見ても、とりあえず 2.4 じゃないとダメみたいな意見があったんで、まあそれにしようかなと。ただし、Apple でこれ書き出すときに、プロレスで書き出すと、実はめっちゃガンマ全然違くて、Apple のものと。YouTube に上げたときに、全然変わっちゃうんですよね、シャドウ部が。っていうので、1個変換かまさないといけないんですけど。っていうのは、まあ別の話になります。はい。ちょっと長くなっちゃったんで、アーサーミニと比べて、合わせてみよう、それから富士と比べて合わせてみようは後編に譲ることにします。っていうわけでこんな感じで、もうこのまま、終わりにしようかなと思います。はい、そんな感じで、よかったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。なんかダヴィンチのディスプレイで見てると、これ完全に黒潰れてたんで、ダヴィンチはね、
ポケシネのディスプレイ見た時、ここのところ完全に潰れてる感じで見えてたんですけど、あの大丈夫ですね、ヒストグラムで見ると。でちょっとローに関して言えば、その ATTR 収録ってまあ怖いからいつも明るめに僕ずっと収録してるんですけど、あのどっちみちここでローだと変えられるからあんまり関係ないのかもしれないですね。でもなんか明るめに収録する癖が僕はついてる、なぜか。なんか暗くて失敗したことの方が多くて、ローであってもこの暗いとこからこう上がってこないっていうイメージが強いんで。ただこれしちゃえば全く同じかなですね。ただディスプレイで見るとこうやっぱりね、こう潰れてたんですよ、押さえ耐えてない瞬間。これこう炊けばよかったんだけど、大丈夫そうだったんだけど、炊いてない時にこうここがねもう完全に潰れてるように見えてたんで、まあそんな感じで、ブラックマジックの、グレーディング第1回でした。はい、それではまた。